テオドシウス一世、テオドシウス一世、フラウィウス、テオドシウス、フラビステオドシアス、347年1月11日から395年1月17日は、古代ローマ帝国の皇帝、在位、379年から395年、テオドシウス大帝とも呼ばれる。わずか4ヶ月ではあったが、東西に分裂していたローマ帝国を実質的に一人で、 支配した最後の皇帝となった。392年にキリスト教を東ローマ帝国の国教に定め、後に西ローマ帝国においても同じくした。テオドシウスは347年、ローマ帝国の上級将校だったの息子として、カウガ、現在のスペインの古家に生まれた。368年にブリタンニアで発生した軍の 反乱の鎮圧のために現地に赴いた父に同行し、374年には、も、エシア、ドナウガー下流のローマ属州の軍司令官になった。しかし、375年に、反乱の疑いをかけられ、父が処刑されると、テオドシウスは軍を退役し、生まれ故郷のカウカに退いた。彼の引退と父の死の因果関係は不明だが、374年後半に、 サルマティア族との戦闘中に自身の率いていた軍団のうちの2個軍団を失ったことが原因で皇帝ウアレンティニアヌス一世から解任されたというのが真相であろう。364年から375年にかけてローマ帝国は西ミカド・ウアレンティニアヌス一世と東ミカド・ワレンスという兄弟2人の共同皇帝によって統治されていた。その後、 375年に、ウアレンティアヌス一世が死去すると、息子たち、ウアレンティニアヌス二世とクラティアヌスが、西ローマ帝国の統治者として、後を継いだ。378年、ワレンスが、ハドリアのポリスの戦いで死んだ後、クラティアヌスはテオドシウスを、東ローマ帝国の共同皇帝に任命した。クラティアヌスが38、383年判断で、死亡。 さらに、ワレンティアヌス2世が392年に死亡すると、西ローマ帝国では、元老院議員のエウゲニウスが、西の皇帝に擁立された。これに対してテオドシウスは、息子ホノリウスに、西の皇帝を名乗らせると394年に、西ローマ帝国に軍を進め、フリニウスの戦いでエウゲニウスらを破って、西ローマ帝国の首都、メディオラーヌムを占いした。まだローマでは、 元老院が抵抗を続けていたが、テオドシウスはメディオラーヌムに滞在して、元老院に圧力を加え、西ミカド、ホノリウスの貢献人として、ローマ帝国の東西を実質的に単独支配した。395年1月、東映中のミラノで死去した。48歳。テオドシウスは、コンスタンティノス一世以来、初めてコンスタンティノポリスに上住した皇帝である。 死に際してテオドシウスは、テオドシウスの下で、すでに政帝を名乗らせていた二人の息子に、それぞれコンスタンティノポリスを首都とする東、ローマ帝国とメディオラーヌムを首都とする西ローマ帝国とを分担統治させた。東ローマ帝国は、テオドシウスの統治か、比較的安定していた。しかし、ハドリアノポリスの戦いの後、バルカン地域に定住したコート族と、 その他の北方蛮族の対策に終始彼は暴殺されていた。ハドリアのポリスの戦いとその後のゴート族の侵入の影響は甚大で、当時テオドシウスと共同皇帝であったグラティアヌスが自身の属州であったイリリアの統治を放棄し、ガリアのトリアに退いてしまうほどであった。ハドリアのポリスの戦いの後のローマ軍の最大の弱点は主に 蛮族と戦うための傭兵として、蛮族を雇っていたことであった。テオドシウスは、東ローマ帝国全土に布告を出して、退役兵などを強制召集し、事態を打開しようとした。さらに、ドナウ南岸に暮らす人々を徴兵して、ゴート族総統にあて、目覚ましい戦果を挙げた。だが、379年サーサーアンアサペルシャの王、シャープール二世が死去すると、 後継者争いの影響で、帝国東方に不穏な雲が立ち込めた。そのため、これ以上のゴート族との戦闘は、不可能とテオドシウスは、え、同年ゴート族に、ドラキア北部への移住を認めた。ただし、それまでの移住と異なり、ゴート族は同盟者として移住したため、帝国への納税義務はなかった。これにより、ドナウ川下半は一時的に安定したが、 ローマ帝国の蛮族化が急速に進んだ。また、一時は成功したかのように思われた、蛮族移住政策も、テオドシウスの死後、395年に、西モート族の族長アラリック一世への反乱によって、破綻した。383年、西の政帝の一人グラティアヌスが、ブリタンニア軍司令官マクシムスによって殺され、マクシムスが、 ブリタンニアのローマ軍団によって皇帝に衰退された。マクシムスは翌384年には東の聖帝テオドシウスからも共同皇帝として承認され、もう一人の西の聖帝ウアレンティニアヌス2世が統治していたイタリア半島を除いた西ローマ帝国の支配者とな。しかし間もなくマクシムスとウアレンティニアヌス2世は対立し387年に マクシムスはイタリアに軍を進め、ウアレンキニアヌス2世はテッサロニキへ逃亡した。テオドシウスは、ウアレンキニアヌス2世を支持して、マクシムスを攻撃し、翌388年8月28日に、マクシムスと彼の息子で、彼の共同皇帝でもあったを処刑して、ウアレンキニアヌス2世を西の宮廷に復帰させた。テオドシウスは、 ウアレンティニアヌス二世の後見人として三百九十一年までミラノに泊まり、西ローマ帝国の主要な行政官をテオドシウスの意気のかかった人物へと次々に入れ替えていった。テオドシウスは西の宮廷が彼の支持者で満たされたのを確認した後、三百九十一年に東の宮廷へと帰還した。ウアレンティニアヌス世が死去した後、フランク族出身の軍司令官によって、 元老院議員エウゲニースが西の皇帝に衰退された。エウゲニースはテオードシウスによって弾圧されつつあった古代ローの伝統宗教を擁護する政策を取り、オリエント化が進む東ローマ帝国を嫌をしていたローマ人から支持を集めた。エウゲニースが西ローマ帝国で支持を集めるにつれ、テオドシウスの西ローマ帝国に対する影響力は弱まっていった。そこでテオードシウスは 息子ホノリウスに西の皇帝を名乗らせると394年にイタリアに軍を進め、フリニルスの戦いでエウゲニウスらを破って西ローマ帝国の首都ミラノを占領し、ホノリウスを西の宮帝へ住まわせた。テオドシウスは没するまでの4ヶ月間をホノリウスの貢献人としてミラノ過ごし、ローマ帝国の東西を実質的に単独支配した。は、エウゲニウスら。 テオドシウスの敵対者に与えられた罪状は、テオドシウスを正当化するために作られたもので、あったろうとしている。ユニバーシティカレッジ、コークのデイビッド・ウッズは、テオドシウスが彼自身の野心と利益のために引き起こした不要な内戦が、帝国の防御能力を著しく弱めたと、分析している。特にフリギルスの戦いは、西ローマ帝国の軍団を崩壊させ、 軍団は短期間での大規模な再編成による質の低下を余儀なくされた。次第に西ローマ帝国の人々は東方世界から来て西の宮廷に住み着いた西ローマ皇帝よりも共に西ローマ帝国のために戦うホエデラティに依存するようになっていき、最終的には西ローマ帝国の地に皇帝は不要であるとの断を下した。テオドシウスは三百九十年、 エジプトのカルナック神殿から、コンスタンティノープルのコンスタンティノープル競馬場、大戦車場に、戦勝記念として、ヘイリオスのオベリスクを運んだ。このオベリスクの台座の白い大理石面に刻まれた皇帝一家の朝堀は、旧来のローマギリシア的自然主義美術ではなく、キリスト教的抽象的美術に基づいて刻まれている。テオドシウス一家と、貴族や、 民衆の間に歴然とした壁が存在していたことをこの彫刻からは読み取ることができる。彼らの顔は順序や秩序で構成されている。これは芸術の分野でもキリスト教の進出が目立ち始めていたことを如実に物語っている。4世紀、ローマ帝国の首都教会はイエス・キリストの三位一体性をめぐって分裂していた。 325年に開かれたニケア公会議では、三位一体性を認めるアタナシウス派が正当と認められ、三位一体性を認めないアリウス派を一端とした、ニカイア信条が採択された。だが、一端とされても、アリウス派の不況の勢いは収まらず、東ローマ帝国一期で三位一体派よりも、アリウス派の方が普及していた。また、 帝国各地には三位一体派と一線を隠す様々なキリスト教の宗派が生まれていた。また、皇帝側の動きも定まったものではなく、アリウス派の影響力が強かった主因として挙げられるのが、統治を統治した皇帝にアリウス派の信徒がいたからである。コンスタンティヌス大帝の息子であるコンスタンティウス二世やテオドシウスの前の東ローマ皇帝ワーレンスはアリウス派の信者であった。 熱狂的なアリウス派の信徒であるバレンスが、ハドリアのポリスの戦いで不名誉な死を遂げたとき、三位一体派は、歓喜でこれを迎えたほどであった。テオドシウスは三七十九年の冬に大病を、患っていたときに三位一体派のテサロニケ主教を、主教はコリウスから洗礼を受けたため、二階ア信条に忠実であった。百八十年十一月二十四日、 テオドシウスは三位一体派ではなかった、コンスタンティノポリス大主教デモフィリスを追放し、公認に三位一体派のナジアンゾスのグレゴリオスをつけた。これに先立つ380年2月には、テオドシウスとグラティアノス、ウアレンティアノスの三人の東西ローマ皇帝は、シトペトロがローマ人にもたらし、ローマ教皇ダマスス一世とアレクサンドリア主教。 ペトロス二世が支持する三位一体性を信仰すべきであり、三位一体性を信仰しない者は、異端と認定し罰する。という、テッサロニキ直令を発した。当時のローマ教皇とアレクサンドリア宗主教は三位一体派であったため、この直令が三位一体派の保護と非三位一体派の排斥が目的であることがよくわかる。事実、アリウス派だけではなく、マケドニア人の 小さな教派も弾圧されていた。このテッサロニキ直令はミラノ直令以下コンスタンティヌス大帝のもとに定められたキリスト教会の順行的な位置づけを無視する部分もあった。その最たるものは異教の寺院であっても公共建築として活用できるのであるならば保護することを命じた部分であった。だが、後にテオドシウス直令と呼ばれることになる一連の直令は 次第に教に対する風当たりを強くする内容が多々あった。379年テオドシウスは、キリスト教以外の宗教の祭日が、キリスト教における平日に行われていると罵倒し始めた。381年になると、テオドシウスは、非キリスト教の神に捧げる犠牲を禁じ、誰も聖域に行くことはなく、寺院を歩いて通り抜け、 人の労働で作成された像を見てはならないと定めた。当時流行していたミトラ教の集会場として使用されていたカタコンベを破壊、その上に教会を建てようとしていたアレクサンドリア司教、テオフィロスの要求に応じたように、テオドシウスは三位一体派の異教や異端に対する攻撃を指示した。これと同様な運命をたどったカタコンベの中には、 現在では5世紀のキリスト教カトリックの基礎を形作ったものも多数ある。このような出来事は三位一体派の司教とその信者の行為に多大な影響を与えた。また、381年に出された直令の最も重要なものに女祭司制度の廃止がある。公式に廃止を命じたわけではないが、 これ以降今まで国庫から賄ってきた女祭司の費用を賄わないというものであ。これとともに、ローマ建国以来フォロロマーノにあり、女祭司が常に耐やさないできた聖なる日も消えてしまうことになった。384年、ローマ元老院議員シンシマクスは、グラティアヌスの統治下で撤去された元老院議事堂前にあった勝利の女神像を戻すように訴えたが、 テオドシウスはこれを拒否。逆にテオドシウスは388年には元老院議員に対し古代ローマ宗教の廃絶を求める決議を提起。元老院側はほぼ全会一致で賛成した。これにより、キリスト教、三位一体派は事実上、ローマ帝国の国境となった。393年、すでに衰退しつつあった古代オリンピックをテオドシウスは廃止。同時に、 オリンピックの開催年を一周期にしたオリンピアードも廃止した。これらのテオドシウス直令は、テオドシウス本人が考えたものではなく、ミラヌ主教を主教で三位一体派であったアンブロジウスの影響が強く現れていた。テオドシウス自身経験なキリスト教徒であったかどうかは非常に疑わしく、彼が洗礼した理由も今まで病気知らずであったのに大病を患ったために、 清和になっていた彼が、藁にもすがる気持ちで助けを求めたのではないだろうか。しかし、キリスト教の下では、相手がたとえ皇帝であろうとも、主教、主教の命令には、信者は従わなくてはならないという規則がある。アンブロジウスはこれをテオドシウスを御するための手段とする。390年テサロニケのキリスト教徒が暴徒化し、行政長官らを多数殺害する事件が発生した。 テオドシウスはこれに大使軍を派遣。住民を多数殺害し、ボートを鎮圧した。アンブロジウスはこれに激怒。報復が過剰であったと抗議し、さらに、テオドシウスを公式な謝罪があるまで波紋に処すと、訴えた。テオドシウスは波紋の処分を受けても、約8ヶ月間は抵抗したが、ついに屈し、司教の足元に許しを乞うた。395年。 テオドシウスがミラノで亡くなった時、アンブロジウスは、長寿で賛辞を述べた。最初の妻アエリア・フラキアとの間には、後の東ローマ帝国の皇帝となるアルカディウス、西ローマ帝国皇帝となるホノリウスの二人の息子と、娘のプルケリアを設けた。プルケリアとアエリア・フラキアが386年に死去した後、ウアレンティアヌス一世の娘であるガラを5歳に迎えた。 彼女との間には、ウアレンティニアヌス三世の母になるがあるラプラキディアを受けた。彼らの代まで、テオドシュース一世の子孫は、コンスタンティノープルのローマ貴族であり続けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。